海上自衛隊の最近の潜水艦は、リチウムイオン電池の搭載が基準になっているよね。そうみたいだけど、これっていつくらいからそうなったのかな？ああ、これは漂流型11番艦漂流以降に搭載されているみたいだぜ。そうそう、でも実は従来艦よりもカタログスペック上の数値は低下しているらしいんだよね。そうなの？うん、だから今回はそんなリチウムイオン電池搭載の潜水艦について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。近年は毎年1隻ずつの収益や進水を行っている海上自衛隊の潜水艦だけど、今年2021年には3月に前級最終装遊型12番艦の投入が収益、最新型である太平型2番艦の白鯨が10月に進水しているよ。この投入と白鯨は前級の装遊型と最新鋭の太平型というモデルの違いはあれど、通常動力型潜水艦としての機関構成は共通しており、しばらくは同方式が海上自衛隊潜水艦の標準となりそうだな。この方式は漂流型11番艦の漂流から採用されたもので、ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池と発電機を組み合わせたものになっており、実戦配備された通常動力型潜水艦としては世界初の機構なんだよね。OU の収益は2020年3月だけど、この2021年12月時点でもリチウムイオン電池を搭載した潜水艦は海上自衛隊のみにしか存在してなくて、今後韓国や台湾が採用する予定であると言われているんだ。話が複雑になるが、現在海上自衛隊が実戦運用している潜水艦が前々級の親潮型が最古産で、こちらはディーゼル機関と鉛製蓄電池と発電機を組み合わせており、いわば第一次世界大戦時に潜水艦が登場して以来の推進方式だったな。この親潮型の後、漂流型を建造するにあたり日本での燃料電池の搭載が検討されたというが、ドイツの209型や214型などと異なりその方式は採用されず、別の組み合わせが推進方式に選択されることとなったぜ。それが漂流型の1番艦漂流から10番艦漂流までの10隻で、ディーゼル機関と鉛製蓄電池と発電機に加え、スターリング機関の搭載、AIP 非対機依存推進をこれによって実現する潜水艦となるわけだな。うんうん、ここで用いられたスターリング機関は北欧スウェーデンのコックムス社製のものを、日本の川崎重工業者がライセンス生産を行ったもので、連続で 75kW の定格出力を発揮する4機を搭載する形式となったよ。この当時は非対機依存推進を実現する仕組みとして漂流型に採用された同方式ではあったけど、スターリング機関はその大きさに比して出力は低く、水中航行時の速力は最大でも5ノット程度とあくまで補助的な側面が強かったと思われるんだ。そのため静粛性を最優先とする先行航行時の動力源のメインはやはり、鉛製蓄電池と発電機に依存することとなり、当時の選択としては技術的にも性能的にも限界であったとはいえ、決して運用上の効率が高いとは言えなかったみたい。そんな時に颯爽と登場したのが、リチウムイオン電池なんだね。そうそう、そこで登場してその状況を一変させたものが日本の GS 湯浅社製のリチウムイオン蓄電池であり、従来の鉛製の蓄電池を代替するのみに止まらず、スターリング機関を廃止してもそれと同等以上の性能が見込まれたんだ。これが前述したように2020年3月に収益した漂流型11番艦の OU から採用されたものであり、同じ容積重量の鉛製蓄電池の倍以上の容量出力を誇り、課題とされた発火の危険性もクリアしたものとなったよ。当初は鉛製蓄電池をリチウムイオン蓄電池に置換しつつ、スターリング機関も継続する方向も検討されたというけど、スターリング機関を廃止しても求められる性能の確保は可能と判断され、今の形式に行き着いたらしいんだ。リチウムイオン蓄電池は特性上鉛製蓄電池に比べて反復可能な充放電回数が向上していることに加え、充電時間も大幅に短く、かつ出力の持続性が長いことから、従来以上に安定した水中航行時間距離を可能なものとしているよ。こうした特性や性能面では大きく鉛製蓄電池を凌駕しているリチウムイオン蓄電池だが、その搭載にあたっては全くデメリットがないのかといえば、やはり一部にはウィークポイントといえそうな部分も存在するぜ。まずは漂流型10番艦の漂流までのカタログスペック上の数値は、水中最大出力8000馬力、水中最大速度20ノットだったが、漂流以後はこれが同5600馬力で58ノットとされている点だな。ちなみにこうしたカタログスペックは最新鋭の太平型では公表されていないが、漂流トラ艦隊の大きさ等に大幅な変化は見られないので、これに準じる性能であると類推されている状態にあるぜ。
話を戻せば放流はそれ以前の放流型に比べ、水中最大出力値が 30%、水中最大速力が 10% ほど低下しているが、これはあくまで最大値であり、リチウム用量はトータルで見て上回ると解釈されているけどな。これはリチウムイオン蓄電池の特性に起因するものであり、鉛製蓄電池よりも持続性がはるかに勝るリチウムイオン蓄電池は、実運用上では水中での航続時間も距離も延伸されており、作戦行動範囲は逆に拡大したとも言われているよ。ただしそれだけの性能向上を実現しただけに建造に要するコストは確実に増加しており、総油型10番艦の小油で約520億円だったものが、大油では約640億円と 20% 以上は高額になっているんだ。この建造費の増加は最新型である大芸ではひときわ顕著になっており、こちらは実に約800億円と費用的に見ればさらに大油からも 20% 以上増えていることになり、高騰が続いていることは間違いないんだよね。それでも大芸の約800億円といわれる建造費用も、アメリカやイギリスが運用している攻撃型原子力潜水艦に比べればはるかに安価であり、オーストラリアが原子力潜水艦を調達する方針となった中でもそれは変わらないな。この2021年9月にアメリカ、イギリス、オーストラリアが、突如公表した3カ国による新たな軍事協力の枠組みを課す、これまで基本的に他国に供与されていなかった原子力潜水艦の建造技術を含むだけに注目されているよ。このオーカスに基づきオーストラリアに技術供与される可能性がある攻撃型原子力潜水艦は、イギリスのアスチュート級かアメリカのバージニア級と目され、建造費は最低でも前者が約2400億円、後者が約3700億円とも言われるんだ。これはあくまでも現時点での1隻あたりの単純な建造コストだが、少なくとも大芸の3倍に相当する金額であり、これを人口約2600万人ほどのオーストラリアが8隻導入しようというのは、かなり負担が大きいだろうな。これに倣って日本でも攻撃型原子力潜水艦の保有を進めるべきだとの意見が多数見受けられるけど、取得後の維持やメンテナンスを考慮した場合に、数を必要としている日本に有用であるか否かについては慎重な議論が必要だと思われるね。ちなみにオーストラリアが調達する可能性が高いと見られているのは、イギリスのアスチュート級原子力潜水艦の方であり、同級はイギリス海軍では2010年に5、4隻が収益中、3隻が建造中となっているぜ。アスチュート級？アスチュート級は攻撃型の原子力潜水艦ながら艦首に装備する 533mm の魚雷発射艦六門からは、対地攻撃用のアメリカ製のトマホーク巡航ミサイルを運用可能であり、この対地攻撃能力の寄与はオーストラリアにとっても大きいと思われるよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。みんないつも見てくれてありがとう。僕からちょっとした豆知識を言うね。東京の豊洲から始まった日本初のコンビニセブンイレブンで一番最初に売れた商品は、なんだよもったいぶるなよ。サングラスらしいよ。こいつらびっくりだな。信じるか信じないかはあなた次第。ではまた豆知識を披露していくよ。また見てね。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